松永監督の撮り方がもうすごくこう俳優に寄り添ってくれて、気持ちを大事にしてくれて、一緒に作ってくれた方くださるので、本当に自分が康介だってことを信じて、そのまま生きればいいんだっていう状況を作ってくれましたし、その分何回も何回もやっぱり粘りますけど、でも粘ってもらえるってことは本当に幸せなことで、こっちもう一度行くぞ。この役にこのタイミングで出会えて本当に良かったと思います。ちょっと精神整理した伝えてみて、ちょっとでも自分の中で疑問というか疑いがあるとすぐ見抜かれるし、真実だけを表現しようというふうにこの作品を経て思いました。いいね、夕日が似合う顔してて、ね、うーん、優しさ、あのシーンすごく幸せだったなとか、なんかキラッキラ光るものがあっちこっちで見つけられると思うんですよ。あ、この人と二人で並んで歩いてるドキドキ感とか、なんか愛が芽生える時の感覚っていうのはみんなに与えられるんじゃないかなって、そこが素敵な映画だなと私は思ってます。おお、おい泣かせなよ。エゴイスト。